はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥデイというわけでやっていきましょう。取れ立ても空いてるんでしたっけ？エリア一掃するクエストになってるんで、多分トレーダー空いてクエスト受けたんでしょう。というわけで今日もやっていこっか。マグナムとか攻撃力見て考えよう。マグナム。72。悪くないっちゃうくらい。マグナムにマガジンつけていいけど絶対つかねえんだろうな。ショットガン 16× の8、80。ショットガン強いけどな。ショットガンこれ何発入るの？これ何発入るの？お、複数入るぞ。8発入る？ありじゃない？これそうしたら。このショットガン新しいのない？ないか。サプレッサーはさすがにつかないかな。マズルブレーキ、ダックビル。円形パターンから水平。円形パターンの方が強いんですよね、そもそも。円形パターンで良くないっていう。改造。サイレンさんつくんかーい。かぼっちゃ。もう他につくのさ、これぐらいしかな。何ついてん？ああ、ストックとかか。なるほど。ストック？あ、ないわ。ないわ。あ、これいいんじゃん。これ作ろうよ。ツインバレルなんとかでもあったね、今な。鉄。バネ。よし。追跡解除。レシピ。ダクトテープ。ソードオフ。拡散。増えるのいらないから。ワーグリップいいんじゃない？ワーグリップ作るわ。二脚いらないよな。パイプショットガン。俺が持ってるのってパイプショットガンだったりする？ポンプアクションショットガン。あ、これいいんじゃない？効果は蓄積されないが胸や、あ、これ作ろうよ。これ作ろうよ。ポリマン、布100重た。あってもいいと思う。ないもんね。そもそもついてないかチェックするか。布100。ないね。布100重てえけどな。そもそもが布100がござらん可能性。キャンセル。あったわ。布100でレシピ検索すればあるかな。これです。プラスチックかな。プラスチック革。プラスチック革。イエス。しまおう。いいよね。布ちょっとだけ作るか。でも、まあ、多分余るけど。オッケー。トレーダー殴りに行ってんのか。だったらいいよ。うちに来ないのなら許そう。これ、まあ、いっか。めんどくさいし、もう、あれ行こっか。めんどくさいんで、クエスト行こうも。後から考えよう。レッツゴー。クエストへ参ります。クエストへ参ります。
ご近所さんのクエストでございます。車壊すのめんどくさいんで、あーここか、なるほどな。4番ぐらいに入れとくか。レッツゴー。殲滅戦だよね確かね。おらんのかい。あ、外の弾持ってきてない。やったわ、やったわ。ショットガンの弾持ってきてない。ショットガンの弾はござらぬか。ゾンビ少なくね。待って、問題発生。今日フェラルコードです。まあ、準備はできてるのかな。あれで、あれできてると言えるかって言われたらちょっとどうだろうねってなるけど、ショットガンの弾回収。メカニカルパーツ欲しくなっちゃった。ショットガンの弾回収。2発で仕留めた。フェラルだったかどうかは知らんけど。タラッタラッタラッタラー。痛くそう、痛くそう。殴ってたわ、違うとこ殴ってたわ。漁ってる余裕ないかな、フェラルほどだし。弱そう。よいしょ、近へ参ります。微妙か。近へ参ります。出てこないゾンビ、いっぱい出てきそうな雰囲気あったな。どうなんだ、捕まって。覗いてもレティクル狭くなんない。覗く必要ないわ、ショットは。それは逆にありがたい。待って、インベントリ結局重くなっとるやないか。あれ夜だったのか。んだよ、フェラルほど前に気づいてよかった。フェラルほど関係ないけどね。あれ夜だったんだな、関係ない。うわ、これ上がってこれね。これ絶対いっぱい来るよね。出した裏取られるやつだな。はい、来ました。よいしょ、いい。ショットアーモが欲しい。ショットガンアーモが欲しい。待って、これはもしかして2個。ダメだ、布全然手に入らん。まだこっちの方がいい。殴るか。よし、 OK よ。OK。 うま、避けやがった俺の攻撃を。とっさにしゃがんで避けるとは。やりおる。スクラップしちゃうめんどくさいし。え、高パフォーマンスランニングシューズじゃないですか。マジか、高パフォーマンス。
フォーマンスランニングシューズなのか。球がありませんって言われた。あれ、2個だっけ？ん？いいのか。OK。インベントリも入らないのつらいな。よし、それもめんどくさいから次行きます。 OK。 一旦裏チェック。よし、ちょっと逃げます。めんどくさそうなんで。オッケー、オッケー。さてさて、この上いっぱいいそうだね。ここ施設でけえな。こんなやばいの、あの施設。どっちからやる？左から。バレた。歩きかーい。めっちゃ見とる。OK。 はい、それいいか。開けよっか。ゴミ。しょう。ん？なんかここめっちゃ記憶にあるんだけど、何やったんだっけあの時。なんか俺めっちゃビビりながら探索してた記憶があるぞ。ここ溜まってね。なんで、なんで俺関連してないの。やばい、スタンは良くない。ショッカー。ん？なんだよ、来ないのかよ。こうだな、あの距離は当たらん。痛えな。食べとこう。OK。あれ、どういうこと。なんで下にいらっしゃる。とりあえず見に行ってくる。とりあえず見に行ってくるか。ん？ん？ここか。警察官おる。よし、クエストクリア。とりあえず帰りましょう。補修をもらって、OK。 バッター、あといいね、使えるので。お、全部使えた。まだティア3だからいいのはないかな、あんまり。フェラルフォードか。もう一個クエストやるか、フェラルフォードの準備するか。ちょっと悩ましいところっすね。まあ、あそこでフェラルフォードやったら失敗する可能性あるんで。まあ、失敗しても、なんていうの。お、嘘だろ、お前。お、マイナス9ってどういうこと？マイナス10ってどういうこと？11 12 13 14 15 16 17
17個使ったぞこいつ。俺がいっぱい持ってるからって。いや惜しいな、品質下がってんだよな。それいい線いってんだけど、いい線なんで。あ、こいつがロックしてんだ。なるほどな。なるほどな。じゃあ、コーヒーいらないから、コーヒー、サプレッサ絶対欲しい。ユッカの種いらない。アイク欲しい。ミックいらない。ショットガン一応あってもいい。骨もいらない。ショットガンの弾。で、シュー。よいしょ。本当ならこれスクラップしたいけどな、どちらかというとな。うわ、弾がある。待て待て、バイクに詰めりゃよくね。バイクに詰めりゃ持ち帰れる。オッケー。開いてないのかーい。なんか下のは大したもん残ってないもんね。あ、こっちも開くんかーい。ちゃんと開いたわ。よいしょー。すぐそばだったな、うちの。あんなやべえ地下室があそこにあったんだ。あそこフェラルフォードの拠点にしてもよかったぐらいまであるよな。全然ありだよな。どうなんだろう、なしか。上物がコンクリートじゃないか、なしかな。上物コンクリートじゃないとさすがにきついもんな。え？あ、混ぜてきた。ありがてえ。これ甘い量いらないよな。お手伝い。一番近いの。ホグジラ。ランチ。ちょっと怖いな。ゴジラではないんだね。ホグジラ。Thanks for shopping here. なんだ、でも行ったことないぞ。よいしょ。24ダメージなんだ。微妙だな。奇襲ダメージは強いけど。切断率とか乗ってねえのかな。ちょっと思ったより弱そうですね。ご飯、あ、ショットガン面白いからショットガン持ってっか。これはスクラップ間に合わないと思うから、こっちでいいや。違うな、ここだったな。ショットガン。違う。もっと埋まっちゃった。いらないのいっぱいあるからな、これとか。でもいらないけど。ホグジーラー、もう一回やってくる、クエスト。やってこよっか、どうせなんで。どうせなんでやっていきましょう。フェラルフォードだけど。きっと、あそこに作ったやつでどうにかなる。上から。待って。手榴弾作っとこうか、せめて。せめて手榴弾作っとこうか。よいしょ。あれ、逆だ。ははん、ジャンプできなかった。端っこのジャンプできない病が発症したわ。
まあ必要なのはメカニカルパーツ、バネ、もしかしたら火薬、鉄、パイプ。パイプボムはあんまり弱くないかな。で、現物があるな、現物。パイプボムないの？俺。あるじゃん。よし。火薬のレシピ。もしかしてこれスタックされてた。14って。一旦切って、火薬、これ何？1、まあいっか。投げれそうなもの全部作っとく。もう全部作ったとか。ブロックダメージだからな、局所的なダメージ。おじさんない、レバック弾でもう一曲。ダクトテープ使うからやめとこう。ダクトテープ使うわ、ダクトテープ使うわ。340、あ、高い。ブロックダメージ5、爆発半径4、爆発半径5、ブロックダメージ10、融合時間、フューズだね。フュージョンのこと言ってんのかな。あー、どっちがいいんだろうな。いや、こっちのがよくね。まあ、コスト的にも多分、メカニカル少なくて済むんで、これ作ろう。10個ぐらい。パイプボムどうなん？ 250 あれば十分な気もしてきた。あれ？なんで？あった。火薬12。火薬12、パイプ1。火薬12、パイプ1。あ、まあ、どっちでもいいな、こうなったらな。鉄4がちょっと重たいか。鉄4もちょっと重たいかもね。まあ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 、いいんじゃない程度。いいんじゃない程度でございます。で、待って。これを追加しますと。よいしょ。うん、一旦こっちでどっか邪魔だから。で、ここじゃない、ここかな。あ、ついてるじゃん。どこだっけ？手だっけ？静音とかいらんわ。よし、レッツゴー。ショットガンどこ行った？あ、そっか。ショットガンにつけるんじゃないか。リロード早いしっか。ちょっと待って。これショットガンにつけさせてよ。よし。何が良くなる？武器の扱いはさせ、関係ねえな、対して。狭くなんねー、狭くなんねー。フェララコード大丈夫だよな。ティア3だからちょっと怖いんだよな。まあまあ時間かかるっていう。え、しかも初めてのところじゃん。これ絶対地下室あるだろう。さすがに、さすがに地下室あるだろう。この、これまずい気がするな。ちょっと急ぎながらやるのやめよっか。初めてのところだし。まあ、あと4時間。朝17時に、あ、朝8時ぐらいから入って、9、10、11、12、13、6時間ぐらいかかった。やめとこ。ちょっとフェラルフォードに終わりながらやるのは良くない気がする、ここ。ここの中で、フェラルフォードやるのも嫌だし。フェラルフォードやるのはもうちょいまともなところでやりたいもん。回収品を回収するか。
いやでもこれ絶対地下室なんだよな。このサイズだからワンチャン地下室ないかもっていう可能性もさ、思うっちゃ思うけど。ちょっとやってみるか。もういやでも初めての建物はそういう変なルートで行きたくないっていう妙なポリシーがあるせい。イノシシがいる。イノシシが。どうなんだこれ。見えちゃった。見えちゃったって。イノシシお化けいるやん。いるやん。グレースちゃんここにもおる。ゴジラじゃなくてグレースちゃんだった。グレースちゃん研究されてたここで。でもグレースちゃんがあそこにいるってことはこの建物ワンチャン地下ないな。じゃあこれぐらいだったらいけるのでは。ティア3といえどちょぶっちぎるか。こう、はい、回収なんすよ。回収なんでワンチャンぶっちぎれる気がする。でも正規ルート無視したくないからやめよう。やめようやめようやめよう。クリアは可能だと思うんですけど、ぶっちぎってルートを完全無視すればなんなら5分ぐらいで終わる可能性があるんだけど、ちょっともったいない気がするんでやめます。エラルホードに備えてこいつを避難させときます。流れ弾が当たらんところに。よいしょ。エラルホードの準備しよっか。もうこれどうする。スタミナ回復速攻20%。めっちゃいいんだよなその靴。ただアーマーが0。ああまああった方がいいよなさすがに。ジャンプがあったら考えてたかもね。ショットガン、ショットガン、どうしようこれ。マグナム二連ショットガンなんて使う日来る、来ないだろ。ペレット銃120ダメージ、え強くない。実はペレット銃一緒だわ。スクラップ待って終わっちゃった。510じゃん。いい値段ついてんじゃん。これこそスクラップでいいかな。このスクラップでいいじゃん。これもいらんか。鉄はまあ、待て、フェラルホードだ。フェラルホードだっていうことを忘れるな。待って、フェラルホードに対抗できる武器がないぞ。これ念のためにペアしとくか。スクラップリペアしてしまう。いやもうこれ一旦しまっとこう。これもスクラップでいいか。早っ。ショットガン売り物、これちょっと持ってくるか。まあまあ品質いいんでこれスクラップ。
軍事用品はまだ必要。これも必要。まあ、バフはいいよね。バフはめんどくさいからいいや。バーニングと、バーニングつかないか。重りヘッドはまああってもいいかな。スタミナ消費もあってもいいかな。つけるかどうかはまあ別として。で、これしまう。靴あったっけ？ないよな。靴もあるわ。こっちでもいい、欲しいので。これとこれと、クロスボウ。弓の方が良かったのかな？でも弓ないもんな。弓ないからいっか。でもこれも、マグラム持ってっか。マグラム持っていきましょう。なぜならば、多分、よくわからんから。つくのがねえな、大して。地下にいるゾンビにピチ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 当てる武器が欲しい。レバーアクション。意外といい武器ねえな。つか、ハンドガン系なくね？ノーマルハンドガン拾ってなくね？珍しいね。改造する。よいしょ。めっちゃ珍しいじゃん、ノーマルハンドガン拾ってない。コンクリートのリペア用。スチールの、メカニカルのリペア用。念のための鉄。念のためのスチール。スチール必要だったっけ？覚えてないんだよな。スチール必要だったか覚えてないんだよね。あれ、回復も持ってこないとな。ワンチャンこっから上がれちゃいそうで怖いんだけどな。あ、大丈夫か。上がれないよ、むしろ。むしろ上がれそうで上がれない。一番やべえ。よいしょ。ああ、補充されてんね。大丈夫だね。あ、エレクトリックか。なるほど。まあ、補充されてそうなんで大丈夫でしょう。で、最悪、上上がって電気回せばどうにかなると。問題は俺が落ちること。ああ、待って。大丈夫かな？怖えな、これ。フェラルフォード中に落ちたら俺終わりな。ゾンビ上がれなかったよ。大丈夫や。あれ、壊しとくべきかな。ちょっと壊しとこうか、さすがに。よいしょ。OK。から取れる、取れそうだな。おっ、ヒヤッとしますね、ヒヤッとしますね。あ、火炎瓶持ってくるの忘れた。あ、火炎瓶のために水持ってくるのも忘れた。OK。これか。これぐらい取れば大丈夫だろ、さすがに。OK。火炎瓶。
火炎瓶下に投げても燃えてなかったんだよな。でも転がってるはずなんで、多分手榴弾を投げたら一緒に燃えてくれるはずです、きっとね。火炎瓶よいしょ。で多分俺が痛い目に遭うから、ちょっと多めに包帯持って、ほうき持って、蜂蜜持って、水も10本持って、バケツない、バケツ、バケツ作ろう。1分、水ってあんのかな。あ、ここに水がある、そこでも良さそう。俺ここにいる、ここが早そうだな。ミラロードの方は先に来そう。大丈夫、40秒。水意味あんのかな。ここか、水。水意味あんのかな。かなんな。分からんけど、どうにか言ってほしいな。どうしよう。コンクリートブロック持ってる。持ってねえな。じゃあまあどうにか。ご飯ある、これある、よし、水汲みました、よし。でショットガンのところチェンジして、オーガーとチェンジして、で上で実験するの嫌なので、一旦ここで実験しよう。よいしょ。こぼれてなさそうだね。うわ、こっちからの玉よけがないな。あ、こっちからの玉よけないな。コンクリートブロック取りに行く時間ある？ないね、ないね、ないわ、ないわ。もう諦めよう。どうする？持つ、持つかな、持つかわからんな。燃えてる状態で俺がここに来る余裕があんのかって話だけどね。どうやって上がるんだよそれ、どうやって上がるのそれ。クローザーすんとか言ってるぞ。ネイルガン、よし、ペラルホード用のフォトタブ完成。よし。というわけで今日はこれで終わりにしましょう。明日ペラルホードでございます。待ってことも言ったとこか、念のため。位置ずれでね、床抜けてね、そのまま死んだら嫌なんで。というわけで今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。政治家でした。明日か、まあ次フェラルホードやっていきたいと思います。生きれるかな。というわけで政治家でした。